表大会の表彰式に移らせていただきたいと思います。まず第3位の表彰です。プレゼンターは主催者であります今野正義日本食料新聞社代表取締役会長 CEO、 そして審査員でありますライフスタイルイベント社デイビッド・ヘイルブラン社長、お願いいたします。さあ、この2人よりトロフィーおよび賞金の進呈をさせていただきたいと思います。今野社長、ミサ・デイビッド、お願いいたします。それではよろしいでしょうか、参りましょう。では3位に入賞されました下山信様、どうぞ前にお越しください。皆様どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございます。3位に入賞されました下山様にトロフィーと賞金の贈呈をさせていただきます。おめでとうございます。では続きまして、賞金を贈呈させていただきます。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。皆様どうぞ今一度盛大な拍手をお願いいたします。また下山様には副賞を、スポンサー各社様より後ほど贈呈をさせていただきたいと思います。さあ、それでは引き続き先ほど行いました決勝戦の最終ジャッジを行いたいと思います。ではここからはミスヘザー、よろしくお願いいたします。Okay, so our two final champions, everyone, Takehiro Ando and Junichi Yamaguchi. You can see that beautiful horse behind you. And to find out who is taking home first place, the judges will point to the appropriate screen when asked. So if they point to the screen, that will mean Junichi Yamaguchi is our champion. And if they point to the left, it will be Takehiro Ando. So judges, on three, we will ask you who is our champion. One, two, three.Junichi Yamaguchi, everyone, is taking the first place. Congratulations. 優勝は山口純一さん、そして2位は安藤貴弘さんと決定いたしました。おめでとうございます。さあ、それではここからは準優勝の表彰をさせていただきたいと思います。プレゼンターは主催者であります今野正義日本食料新聞社代表取締役会長 CEO、 そして審査員でありますライフスタイルイベント社デイビッド・ヘイルブラン社長、お願いいたします。それでは2位準優勝されました安藤様、ただいま盾の贈呈をさせていただきました。おめでとうございます。続きまして今野正義
会長より賞金の贈呈です。賞金は準優勝の贈呈させていただきたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。また反対向いてる。安藤様おめでとうございました。皆様どうぞ今一度盛大な拍手をお願いいたします。さあまた安藤様には副賞といたしまして、シアトルエスプレッソ社ラテアートピッチャーセットが後ほど贈呈されます。それでは皆様どうぞ一旦お席へお戻りください。では第1位優勝の表彰です。同じくプレゼンターは今野正義様、そしてミスターデイビッド、引き続きよろしくお願いいたします。さあ第1位優勝されました山口純一様です。満面の笑みで今皆様にお写真を撮影していらっしゃいます。さあ皆様お写真の方よろしいでしょうか。はい、それでは続きまして、今度会長より賞金20万円を贈呈させていただきます。おめでとうございます。私びっくりしました。日本の方はこれ見ると1,2,3全部日本人なんですね。やはり東京大会だからですか。そんなことないですね。日本の方がこういうアートの分野では世界のトップにあるのではないかと、まあ、心から信じております。本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。続いて優勝されました山口純一様へご協賛各社より副賞の贈呈を行います。山口様どうぞそのまま、はい、センターでお待ちをいただければと思います。お呼びさせていただきました企業の代表の方はどうぞ前へお越しください。それではラッキーコーヒーマシン株式会社様よりボンバックエスプレッソメーカーの贈呈です。さあ代理で上野様より贈呈をさせていただきます。おめでとうございます。ラッキーコーヒーマシン株式会社様よりボンバックエスプレッソメーカーの贈呈です。続きまして有限会社 FBC インターナショナル上野昇代表取締役社長様よりアーフィムスーパーカーファのバリスタグラインダーの贈呈です。これなんですよ。さあちょっと10秒がおめでございます。大丈夫でしょうか。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして株式会社第一電化社上田壮太様よりオリジナルタンパーの贈呈です。おめでとうございます。続きましてエバーピュアジャパン株式会社北山純一代表取締役社長より上段水器の贈呈です。
続きまして、丸太商事株式会社長澤信明様からダヴィンチグルメフレーバーシロップの贈呈です。おめでとうございます。続きまして、サザコーヒー株式会社様よりコーヒー豆の贈呈です。代理で上野昇様より贈呈をさせていただきます。おめでとうございます。続きまして、エスプレッソサプライ社様よりラテアートピッチャーセットを、石谷審査員より贈呈させていただきます。おめでとうございます。続きまして株式会社 SS&W 斉藤翔二郎様よりエアロプレス本体、そして SS&W オリジナルステンレスフィルターを贈呈させていただきます。代理で長松七子様より贈呈でございます。はい、おめでとうございます。そして最後にブレッツコーヒージャパン代表取締役小宮山誠様よりフレンズオリジナルタンブラーペアセットの贈呈です。おめでとうございました。さあ、それではここで見事優勝されました山口様に優勝者スピーチをお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。本当に今日この3日間あったんですけれども、たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。僕の場合はずっと3位とか2位とか中途半端な順位ばっかりで、応援してくださった皆さん、には本当にがっかりさせてきたんですけれども、今日それが恩返しできたかなと思ってます。あとはですね、ちょっと僕はいつも大会の日にやってることがありまして、大会の日を来る前に神社でお願いをするんですけれども、デビューが出せますようにっていうことで、そこでちょっとおみくじを引いて、今日何もまだ見てないやつがこれで大吉だったら最高です。10番なんでもしかしたらいけると思う。これはなかったことです。お願いしても助けていただけないので、自分で頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。山口純一様でした。皆様どうぞもう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それではここで審査員で参ります。